皆さん、こんにちは。今回はパリオリンピックの女子ボクシング競技で起きた衝撃的な出来事について深く掘り下げていきたいと思います。2024年8月1日、パリオリンピック女子ボクシング66キロ級2回戦、イタリアの警察官でもあるアンジェラ・カリニ選手とアルジェリアの新星イマネ・ケリフ選手が対戦しました。世界中のボクシングファンが注目する中、試合開始のゴングが鳴り響きます。しかし、誰もが予想だにしなかった展開が待っていました。試合開始からわずか46秒、カリニ選手がリングサイドに駆け寄り、セコンドにタオルを投げ入れさせたのです。そう、彼女は棄権を宣言したのです。会場は騒然となり、世界中のメディアがこの衝撃的な決断を速報で伝えました。一体何があったのでしょうか。真相を探るべく、まずは両選手の経歴を見ていきましょう。カリニ選手はイタリアのナポリ出身の25歳、警察官の家系に生まれ、自身も警察のスポーツ部門に所属するエリート選手です。172cmの長身から繰り出される攻撃的なボクシングスタイルはタイガーの異名を持ち、ファンを魅了してきました。鋭いジャブ、強烈なストレート、そしてしなやかなフットワーク、彼女の試合はまさに芸術的とも言えるものでした。2019年の世界選手権ではメダルを獲得し、東京オリンピックにも出場。輝かしいキャリアを歩んできた彼女にとってパリオリンピックは特別な大会でした。なぜなら、東京オリンピックの直後に最愛の父を亡くしたからです。父は彼女のボクシング人生に多大な影響を与えた恩師でもありました。厳しくも愛情深い指導で娘を世界のトップに押し上げた男性でした。常に前を向いて進め、父の教えを胸に、カリニ選手はパリでの金メダルを目指していたのです。彼女にとってこのオリンピックは父への恩返しであり、自らの集大成でもあったのです。一方、ケリフ選手は192cmの長身を誇るアルジェリアのホープです。2022年の世界選手権では銀メダルを獲得し、将来を嘱望されていました。強烈なストレートとスタミナが持ち味の選手です。アフリカ大陸の女子ボクシング界を牽引する存在として、母国の期待を一身に背負っていました。しかし、ケリフ選手には隠された秘密がありました。2023年の世界選手権で彼女は性別適格性検査に不合格となり、出場停止処分を受けていたのです。その理由は、国際ボクシング協会 IBA の定める基準を満たしていなかったため。この出来事はスポーツ界に大きな波紋を呼びました。選手の性をめぐる議論はスポーツの世界でも大きな論争点となっています。特にトランスジェンダー選手の扱いについては、各競技団体が頭を悩ませてきました。国際オリンピック委員会 IOC はケリフ選手の出場を認める決定を下しました。長年にわたり女子選手として競技に参加してきた事実を考慮したのです。しかし、この判断に異論を唱える声は少なくありませんでした。イタリアの政治家は IOC の基準に疑問があると指摘し、 TESLA CEO のイーロン・マスク氏や作家の J.K. ローリング氏も不当だと批判しました。女子スポーツの公平性と安全性を脅かすとの懸念からです。彼らは生物学的な性差を無視することはできないと主張しました。一方で、ケリフ選手の出場を支持する意見もありました。長年の努力を認めるべきだというのがその主張でした。性自認を尊重し、多様性を受け入れることこそスポーツの理念にかなうというわけです。 UNHCR の親善大使を務める女優のアンジェリーナ・ジョリー氏は、彼女の勇気を称えるべきだとコメントしています。議論が白熱する中、迎えた運命の2回戦。カリニ選手は試合開始直後のパンチの強さに圧倒されます。あれほど強烈な力を感じたことはないと後に語っています。彼女は身の危険を感じ、続行を断念。わずか46秒での危険劇が世界中に衝撃を走らせました。この出来事をめぐっては、さまざまな意見が飛び交いました。元ボクサーで解説者のマイク・タイソン氏は、選手の安全が最優先、彼女は正しい判断をしたとコメント。一方、ケリフ選手は、私は女性だ、誰とでも戦う覚悟はできていると訴えました。彼女にとって
性別を理由に競技から締め出されることはアイデンティティの否定に他ならなかったのです。論争はスポーツ医学や法律の専門家も巻き込んで、さらに複雑な様相を呈していきます。体格差を無視した男女対戦は危険、選手の人権と公平性の両立が課題、さまざまな角度から議論が交わされました。アメリカの著名なスポーツ法学者ナンシー・レビット教授は次のように指摘します。スポーツにおける性別区分は単に生物学的な差異だけで決められるべきではない。ジェンダー、アイデンティティや社会的な要因も考慮に入れるべきだ。選手の尊厳と権利を守りつつ、公正な競争をいかに実現するか、それは容易に答えの出ない問いかけです。この問題の背景にはスポーツの持つ社会的意義があります。スポーツは私たちに夢と感動を与える一方で、時に差別や偏見の温床にもなってきた歴史があります。人種、国籍、性別、障害の有無、多様な背景を持つ選手たちがフェアに競い合える環境を整備することが求められているのです。そのためには私たち一人一人が自分なりの考えを持つことが大切だと思います。さまざまな意見に耳を傾け、偏見にとらわれず論理的に思考する習慣を身につける、感情論ではなく建設的な議論を重ねていく、それが私たちに求められる姿勢なのではないでしょうか。歴史を振り返れば、スポーツは常に社会の課題と向き合ってきました。1936年のベルリンオリンピックで黒人選手ジェシー・オーエンスの活躍が人種差別に打ち勝つ希望となったように、1968年のメキシコシティオリンピックで表彰台での人権訴えが社会に大きなインパクトを与えたように、そして今私たちはジェンダーの多様性という新たな課題に直面しています。女性アスリートの権利を守る、トランスジェンダー選手の存在を認める、一見相反するようなこの2つの命題、果たして折り合いをつけることは可能なのでしょうか。コメディアンのデーブ・シャペル氏が語ったように、正解はないのかもしれない。でもお互いの存在を認め合うことから始めなければ前には進めません。スポーツにはそのきっかけを作る大きな力があると私は信じています。なぜならスポーツは私たちに多くのことを教えてくれるからです。フェアプレーの精神、仲間との絆、自分の限界への挑戦、勝敗だけでは測れない価値をスポーツは私たちに示してくれます。多様な個性が尊重され、皆がありのままの自分でいられる、そんな社会をスポーツから始めることはできないでしょうか。オリンピズムの理念はそのヒントを与えてくれています。スポーツを通して育てられた友情は、人種、国籍、政治、宗教、経済的な相違を超えて理解と親善の精神をもたらす。仮に選手は今回の出来事をどう受け止めているのでしょう。常に前を向いて、亡き父の言葉を胸に、彼女は再びリングに上がる日が来るのかもしれません。その際、彼女の心境はどのように変化しているでしょうか。今回の経験は彼女にとってスポーツの意義を問い直す機会になったはずです。一方、ケリフ選手の戦いはこれからが本番です。スポーツの世界だけでなく、社会の中で自分の居場所を見つけていく、その道のりは決して平坦ではないでしょう。しかし彼女の挑戦は多くの人々に勇気を与えることになるはずです。諦めない心、それこそがスポーツが私たちに教えてくれるかけがえのない価値なのですから。パリオリンピックは幕を閉じましたが、議論は続いています。ジェンダーと公平性、スポーツの意義と価値、私たち一人一人がこの問題について向き合い、考えを深めていく、そんな旅が今始まっているのです。皆さんはどんな思いを抱きましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。多様な声に耳を澄まし、議論を重ねる、それが前に進むための一歩になると私は信じています。今日の動画はいかがでしたか？もしよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。思考の旅を一緒に続けていきましょう。ありがとうございました。